皆さんこんこにちはレクセン人講師の雲野です、えー、本日は2020年合格目標の新15ヶ月合格コース、秋生のうんのクラスだけの合格への秘訣これをですね皆さんにお話をしていこうと思います。15ヶ月合格コース、うんのクラスだけはちょっと変わった講義の進行スケジュールを取っていきます。 今、後ろに出ている画像をです、ね、ちょっとご覧になっていただきたいんですがここにあります主要4科目を同じ講義回数で二回ししていこうというですね試みをしていこうと思っているんです。 実は15ヶ月合格コース民法は33回不動産登記法は30回会社保障法は16回商業登記法は18回の回数になっているんですけれどもそれをですね、私以外の講師これは従来通りのやり方で33回を1回目から33回目までですね、一回しで講義をやってまいりますでところが私のクラスではこの33回を3分の2のコマ数20回と 二回し目十三回に分けまして、まず一回し目の十。ええ、二十回ですね。二十回のところで、全体を見ていこう。で、こちらで、まず基礎、土台を作っていくという形になります。そして、続いて、ええ、十。二十一回目にあたるですね。ところから、また、頭の民法総則の部分に戻りまして。今度は二回し目がスタートして、で、二回し目で十三回。ここでいわゆる土台の上に。 お城を建てていこうというようなですね講義をしていこうと考えているところなんです。えー、これはあの週4科目不動産登記法でも会社法でもそして商業登記法でも同じように実施していきます。えー、この二回し講義によってですねどういった効果が得られるかと言いますとやはりあの難解な部分も多い法律の講義それを1回聞いただけで完全に理解し覚えていくというのはなかなか難しいことです。 それをです、ね、まず穴ぼこだらけでもいいけれども全体をこう見渡してそしてその外略と制度趣旨やそして大きなです、ねまあ、森をまず見ていくそしてそれによってもちろん土台を作っていくその上に今度、二回し目また最初から講義を聞くことによって1回目の穴を埋めつつその上にこうお城を建てていくというようなふ、ね、二回し講義こちらをです、ね、実践していこうと思います。 実は2019年の合格目標のクラスからこの二回し講義を行っておりまして、えー、実は私あの講義経験もう20年なんですけれども15か月合格コースだけでもそうです、ね、もうすでに30数回受け持っておりますところが今回2019年向けの秋生のです、ね、クラスの方たちこの二回,し二回し講義をやるようになってからすごくです、ねえー、あの成績が今までと違って伸びているという実感があるんです。 非常にあの私の方から見ても,です、ね、もう驚くような効果があるように感じますですから、えー、こう一回しで聞いてくださっているのの2倍、3倍の効果がです、ね、この二回し講義に、まあ、よって得られるのではないかと、えー、自信を持って皆さん方にお勧めをしていきます。で 多くの受験生が1回の受験で合格しようというふうなことをですね、当然考えております、私も1回で受かっておりますし、えー、多くの一発合格を出してきておりますで、そういった一発合格の可能性をどうやったら高められるかというようなことをですね、日々、講師としてずっと考えてきまして、たどり着いたのはこの二回し講義、えー、皆さん方に講師歴20年の私が自信を持ってお勧めしていきます。 えー、この二回し講義がああの受講できるのはレックの新15ヶ月合格コースあ規制、えー、そしてあの通信、えー、並びに通学を受け持つ私のクラスということになりますので、えー、まずはレックのですねこの15ヶ月合格コースのパンフレットをぜひ、えー、取り寄せていただいてそして、えー、皆さん、ね、そのパンフレットを見て何かご不明な点があれば、えー どうぞコールセンターや各レックの本校通学では新宿エルタワー本校の方で実施をしていきますのでぜひお問い合わせいただきたいと思います。え一人でも多くの受講生の方にですねこの15ヶ月合格コース運動クラスをぜひ選択していただいて今まで以上の一発合格をですね出していくつもりで私、ワクワクしておりますのでぜひ教室でお目にかかることを楽しみにしております。 それでは今日は、えー、運のクラスの15ヶ月合格コース二馬し講義のまあ概略についてお話をさせていただきました、えー。それではご清聴どうもありがとうございました。